とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー、タイムアタック、やっていきたいと思います。今回、かなり早くいけるので、タイムアタックで、ちょっと挑戦してみようと思います。では、行きましょう。まあ、とにかく、防具の瞬足、そして、幽霊マントを序盤にとって、急いでいこうっていう感じですね。まあ、とにかく敵を速攻で倒して、で、先へ進む。OK。OK、OK。いい感じにトライデントが出てきてくれた。まあ、数秒でもね、早くなれば嬉しいですよね。一回クリアです。スケールメール取っていきます。ラグった !OK。このラグとかがね、結構鬱陶しいんだよね。いきまーす。この瞬足をとにかく使う。そして幽霊マントをね。とにかく使って、高速移動して、無駄のないようにやっていく。じゃあ。で、ここは、召喚するやつ、あいつを逃がさないように倒していくと早いですよね。OK、2回クリアー。行きましょう。あ、これもしかして最初からスイッチを押しに行った方が若干早いのかな。まあいいや、行きましょう。そんなことないか。あ、危ない。瞬速はとにかくまずは3にする。1と3じゃ速さが全然違いますからね。 OK。 でさらに死なないように行かなきゃいけないので、そこもね、注意していきましょう。 OK、 終わりか。3回終わりで、ここで幽霊マントを取って急いでいくだね。この幽霊マントがかなり鍵を握ってる感じだとは思います。まあ、幽霊マント取っちゃうと、他のアーティファクトとか装備が取れなくなるんだけども、まあいいじゃないですか。うん、幽霊マントでダッシュしちゃいましょうよ。 OK、 いいね、いいぞ。ここはまずね、リッチを早く仕留めれば問題ない。いくぞ。早い早い早い、いい感じ。次、で瞬足がこの次に入れれるかな。いくぞ。ここはネクロマンサーをとにかく早く倒すことですね。はいはいはい。ネクロがとにかくね、ちょっとね、硬いんで、こいつらをね、なんとかしていきたい。あー、くそ、うっといことしやがって。で、矢はあんまり使わないんで、そこまで、しっかり取らずに OK でしょう。 OK、 囲まれた。でも大丈夫。終わりか、これで。5回クリアでーす。次いくぞ。で、ここで瞬速を3ですね。とにかくスピード重視。 OK、 ガシガシいきましょう。いいね。で、あとあれだね、黄金で何が出るか、あれがちょっと早くなるか遅くなるかが決まるかもしんない。あれ重要ですもんね、黄金スキル。いくぞ。あ、止まった。このラグもちょっと鬱陶しい。いきます。火力も上げてからね。しゃあ。で、ここは最後こっちに来なくていいように、スケルトンを最後に倒してから回り出します。 OK。 で、ここゾンビが出て、もう一体ここにね、スケルトン出るんだよね。そいつを倒してから行くと早い。いいね、いい感じ。よし、いいね。でも、このスピード重視でいくっていうのはね、なかなか難しくて面白い。
で、早くクリアできれば、すごい嬉しいんだよな。よし。んで、ここで、クールダウンを入れて、スケールメール上げましょう。何がついたのかわからない。でも、見る時間なんてないよね。しゃ。オッケー、いいね。いいよ。できる限り凍結はもらわないようにいきましょうね。凍結もらうと動きが一気に悪くなるので極力もらいたくない。いいよ。あーと痛い。はい、次。ちょっと最後パワーシェイカー使っちゃったのが気になるやっぱ使ってるよね。いいや、どんどん行け。できればパワーシェイカーは選んで使いたかったけども仕方ない。使っちゃったものはもう仕方ないんだ。よし、よし。ここであれだね、クリーパーをワンパンできているっていうのはすごくいい。はい、次。いいんじゃない、相当いいんじゃない。で、ここゴーレムは取りません。ゴーレム取っちゃうと、あぶね、この移動がね遅くなっちゃうのでゴーレムは取りません。もっとポン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 出てきてくれればいいんだけどね、出ないんだよな。はい、で最後もう一回出てきてスタートですね。もうちょっと早く出て、そうするともっと早くいけるのに。悔しいな。じゃあいいよ、それでも早い。あれ、どこ、ん、なんでお前そんなとこいんの。いやー、時間ロスしましたね今のは。倒し損ねてたか、それかなんか変な場所にいたか、どっちかな。よし、オッケー、いいよ。はい、次。はい、出てきちゃって、うん、倒した、レース倒した、今倒してるね。オッケー、いいんじゃない。で、ここもいりません。で、ボス急いでいきましょう。で、この次ぐらいに火属性3を入れれるかな。いきますよ。よっしゃ、あとはザコ、いい感じ。このラグがねもうちょっと少なければ嬉しいんだけどね、ラグが若干多い。いくぞ、ラグは少なめでお願いします。で、エンチャント入れましょう。幽霊マンとね、ほんと全然違うもんね、このスピードは全然違う。 OK、 いいね。ちょっと待って、お前こっち飛んでいくなって。よし、いいんじゃない。で、こっちを2体倒す、戻る。ああ、トライデントがね出てきてくれてればだいぶ早かったかもしれないけども、そんなに変わりはないか。よし、次パワーシェイカーを変換して、で、ここは最初からここ走ろう。うん、最初からこう走っちゃいましょう。んで、おっ、おお、ついてきやがった。いいさ、いいさ、いいさ、いいんじゃない、いいんじゃない。最初から走っていく作戦、これは成功じゃないですか。 OK、 OK、 いいんじゃない。あと1体いる、いる、
方3体倒しておしまい。次いい感じだと思う、多分。どんどんいくよ。いいね、火属性3入ってるんでダメージが全然違う。よっしゃ。でこっから結構火力高いんだけども、ドラとかをうまいこと使っていけば問題ないっしょ。終わり。あ、固まった固まった固まった。そこで固まられるとちょっと嫌だな。よし、いくぞ。あ、ミスった。ないか。ここがね、一番ね、事故りやすいので、ここはちょっと安全に行きます。矢を使ってから行きますね。このね、略奪者たちがかなり火力が高いので、ここはね、ちょっと注意して行きます。 OK、 いいんじゃない。 OK、 終わり。いいんじゃないっすか、18回。次で、ここのボスも問題なしですね。サクッと倒しちゃいましょう。いくぞ。よし、オッケー。いいよ、早いんじゃない。でパワーシェイカー2発残ってる。あー、固まった。よし、オッケーオッケーオッケー。いいよ、マルチショットも結構発動してくれていい感じだと思う。あ、ちょっと打つのが遅い感じもあるけども、まあいいでしょう。倒しきれない。よし、走れ。はい、次。いいよいいよ。よし、でここで出るエンチャンターを先に倒しに行く。よし、でスライムがめんどくさいから、おっ、ちょっと待って、パワーが出た。 OK、 ラッキーだよ。パワーポーションはものすごいラッキー。終わり。よし、21回クリア。どんどん行きましょう。あ、やばい、パワーシェイカーが、うーわ、最悪だ。まあまあまあいいや、まあいいや、途中で回復するでしょう。 OK、 問題なかった、クリアです。13分ぐらいかな、わかんない。報酬はまあまあいらないとしましょう。多分13分切ったぐらいかな、今見た感じではさ。うん、まあ、途中でゾンビの倒し忘れとかそういうのがあったので若干遅くなったとは思うけども、うん、まあ、これ12分台で周回できるね。ちょっと早いかどうかは分かんなかったですけども、俺はこれぐらいでクリアできました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。